ローカル政党からの脱却を見据える日本維新の会が地盤となる関西で人気に陰れが見え始めている。情勢調査では工事前43議席から減らすと見る向きが多い。比例での支持が広がっていないことが要因と見られる。共同代表の吉村博文大阪府知事の影響力も低下。工事5発の週末となった19日、兵庫、姫路駅前で兵庫11区の維新公認候補。 住吉弘樹氏の応援演説に立ったが、雨の影響もあり、駅前に集まったのは約200人。党関係者は、以前は、吉村さん、松井、一郎元日本維新の会代表さんが来た時には2000人は、来たという。別の関係者は、やっぱり万博の評判が関係しとんちゃうかなと苦笑いだ。維新は、今回の衆院選で、野党第一党、次回で、 政権シュという戦略を立ててきた昨年4月の統一地方選では目標に掲げた地方議員600人以上を達成する全国的な躍進を遂げていたしかしピークはここだったその後に状況は一変した2025年大阪・関西万博の誘致を中心となって推進し実現させたが建設費用が 当初の想定の約2倍となる最大2350億円まで膨らみ、身を切る改革を打ち出している党にとっては痛手。さらに追い打ちをかけたのが、兵庫県の斎藤元彦前知事のパワハラ疑惑をめぐる告発文書問題。知事選では、自民党と共に推薦したが、自民は辞任を求めるなど距離を置いた一方、維新は対応が後手に回った。党内に、 大きな衝撃が走ったのは、8月の大阪府、美濃市長選。大阪維新の会公認の現職、上島和彦氏が、無所属新人にダブルスコア近い票数で敗北を喫した。維新公認の現職市長の落選は2010年の決闘以来初。それも、過剰の大阪でのことだ。今回、自民党の裏金事件を受けて、 非公認で立候補した西村康俊元経済産業省の兵庫九区に初めて投稿人の過去喜一郎候補を擁立した。17日に JR 明石駅前で行った演説ではサラリーマンの帰宅時間帯にもかかわらず足を止めた人はまばらだった。党関係者は工事日に立民の野田義彦さんが演説した時は5から6倍の人がびっしりと集まっていた。 今回はかなり苦しいと失速具合を実感していた。このまま衰退に向かうのか、厳しい戦いとなっている。以下は視聴者からのコメントで。自民批判票が野党に流れるが、その票は立民と国民に向かい、維新には向かわない。なぜか、万博、兵庫県知事のこともあるが、問題は維新の政党としての立ち位置が不明なこと。維新とは一体何者なのか。 先日松井前代表が東京24区の萩生田氏の応援に入った。ここには維新の立候補者がいる。それなのにである。維新は野党の振りこそしているが、実態は自民批判票の野党の票を分散させ、自民の対抗軸に大政党制を潰し続ける自民党延命装置の役割を担っている。これは党首自身が自分たちは、 第二自民党であるとどこかでばらしてしまっているこの人たちは選挙後にでも自民党に合流する方がすっきりするし政権交代がいい循環で起こりうるに大政党制が実現しやすくなると思う万博斎藤元兵庫県知事だけの問題ではないと思います国政政党として馬場代表藤田幹事長がやっていることが自民党寄りにも移ります 例えば、文通費の公開を10年後に公開することに合意したことはふざけているとしか思えないです。10年後イコールありえない将来で合意する維新もどうなのかなと思います。立ち上げた橋本さん自身もテレビのコメンテーターで維新のことを飲み食い政治とかボロカスに言っていることも維新離れに拍車をかけていると思います。ローカル政党脱却は愚か。 ローカル政党としての存在感も希薄になってきていますね。やり方があまりに強引であると同時に保守なんだか確信なんだかそのスタンスが全く不明確その場の空気で立ち位置がブレブレで全く定まらず誰の支持も得られない言動をしているのですから特に自民党との連立をちらつかせたり兵庫のパワハラ知事問題でのごたごたも統制衰退の大きな原因でしょう。 さらに、馬場というリーダー、知性、感性、能力、そして人間的魅力など、資質的にどう見ても全く魅力がありません。今回の総選挙では、全国で惨敗し、消えていく運命にあるのでしょう。まさに身から出たサビなのです。